君の生まれの不幸を呪うがいい。よし、出るぞ。時代の声が聞こえてくるよ。なんていうプレッシャーだ。220分の1スケール BMX-000 メッサーラは1985年9月にメーカー希望小売価格400円で発売されました。モビルアーマーへの変形を差し替えなしで再現可能です。ふくらはぎのスラスターカバーは開閉します。背面走行のトランスフレームシールドは背面スラスターごと稼働します。武器はビームサーベルがついています。電気発進準備だ。メッサーラはジュピトリスで私が試作したものだ。不愉快だな、この感覚は。
2-1 スケールモデル EMX-000 メクサーラ、メクサーラは資源採掘船ジュピトリスにおいてアクテマス白っぽによって設計されたカスタムメイドのモビルアーマー。形式番号は EMX-000 となっており、連邦コード外の機体であるため000がついている。もともと開発の目的として木星軌道付近での各種作業に対応するために、地球圏での活動をはるかに上回る性能が要求され、軌道付近での重力を振り切り、母艦との往復を可能とするモビルアーマーの完成によった U5 の第一次ジャブロー降下作戦の部隊と交戦している。また特徴として、モビルアーマーからスーツに変化するパイロットはサラ・ザビアロフ。メクサーラキットの特徴、メクサーラの1/220スケールモデルポリカップを使用し、各関節部が動きやすくなっています。ブースターが稼働し、飛行形態が取れます。サーベル付き。この程度、何ほどのこともない。
時の運はまだ動いてはいないということか。随分手こずらせてもらった。だが結果はこの通りだ。ほう、ここまでやれるか。
見てくださいね。ガンプラじゃんけん、じゃんけん。まがる。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。